阪には現在暴力団と呼ばれる組織が480あり、そのうち460は暴力団新法により指定暴力団としてマークされている。大阪天王寺を本拠地とする二代目吉止組は新法指定外の弱小組織である。構成組員18人、年間収入はおよそ3億円。そのしのぎの内訳は、覚醒剤売買、みかじめ料徴収、賭博飲み行為、民事介入暴力、売春といった古典的なものである。大阪でも5本指に入る貧乏集団である。何なったんだよ。おちゃくれちゃくれ。おやじ、来月から会議アゲントやってくまへんで。まったかよ。この前それで一人逃げたばっかりやないかい。おやじ、もうエルスさんに拝んだから全員くればいいんで。ちょっとは考えてもらわんと。お前ら誰の違いから。何をおっしゃいますやら。あのね、わしらせっこい石の海に汗水流して一生懸命やってまんねんで。かなんな。おやじ、どこどで金借りて賭場でも開きませんか。あちら借金の利子が月何本になったのか、あんたが一番知っとねえないかい。親父、今日日極道は皆裏で企業とつるんでまんねんで。一本どっこもええけど、今の時代強気に媚びへつらないやってきまへんから。バカかい、そんな恥ずかしいことはできるかい。カトル車だぜ。はい、親父、小林俊二どないしまんの。マジであんたが勝手に意識取ってくれ。倒産整理ってなんぼにもなるね。ちょっと、親父。おくなんかよ、これ、いらんわい。おやじ、よっしゃ、やっぱな。顔見るたんびに金金抜かしくさって、わしかで分かったらない。せやけどな、極道は道を極める言うて書くんやろ。商売と違うんじゃ。お前らもう、ちょっと意地見せたらんかい。わしはもう情けないわ。